2020年11月末日にアメリカ海軍は、同年7月に発生した火災事故によって、今後の動向が注視されていた強襲揚陸艦ボノムリジャールを正式に退役処分とすることを決定したよ。やはり退役に決定したんだね。アメリカの損失は凄まじいものだと思うよ。事故で大事な揚陸艦を失うなんて、低体ダメージだよね。さて今回は、ボノムリジャールが火災事故により廃棄退役処分が確定したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。強襲揚陸艦ボノムリジャールの火災事故は、同艦の定期メンテナンスと短距離離陸垂直着陸が可能な、新型機 F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用に向けた改修工事中に起こったんだって。アメリカ海軍当局は事故後に容疑者として強襲揚陸艦ボノムリジャールの乗組員を拘束。未だ取り調べ中と見られているが現状この人物によって故意に引き起こされた人為的なものと思われるよ。この強襲揚陸艦ボノムリジャールの件に続き、ワスプ級強襲揚陸艦のキアサージ、ジェラルド・フォード級航空母艦のジョン・F・ケネディでも火災事故が起きており関連性も疑われているみたい。ただこれらの中でも強襲揚陸艦ボノムリジャールが被った被害は甚大であり、沈下まで4日間以上にわたって延焼した船体は全体の6割以上に及ぶダメージを受けた状態だったというらしい。アメリカ海軍としては強襲揚陸艦ボノムリジャールの火災事故発生から4ヶ月の間に、今後の同艦の処遇について検討を進めた結果、今回の廃棄退役処分との結論に至ったものだとなっているよ。ここまで以後の対応としては1強襲揚陸艦として原状回復をする、2他の用途の艦艇として回収をする、3廃棄退役処分とすることの3点が検討されたが、結論としては3に行き着いたんだって。その3の廃棄退役に行き着いた理由は何だったの？その理由としてまず1の強襲揚陸艦として原状回復をする場合には、回収に必要なコストはおよそ2600億円から3300億円とされ、さらに少なくとも5年以上の期間を要すると見積もられたんだよ。これが採用されなかったのは、ボノムリジャールに値する強襲揚陸艦を新たに建造する場合でも、そのコストはおよそ1600億円前後であり、回収に必要なコストの約半分以下なためだったとなっているよ。2の他の用途の艦艇として回収をするという案が却下されたのも同様の理由であり、強襲揚陸艦ほど複雑ではない艦艇に回収する場合でもおよそ1100億円前後は必要になり新造の方が安価と判断されたんだよ。ここでの他の用途の艦艇とは具体的には病院船、潜水母艦、補給艦等々が想定されたと思われるが、いずれにせよボノムリジャールの回収より安価で新造することが可能だとみなされたらしいな。結果最終的に3の廃棄退役処分とすることが選択された形だけど、無論この場合も解体コストが発生するものの、こちらは約32億円程度と回収を施すことを考えれば2桁以上安上がりと言えるみたいだよ。なるほどね。2桁以上安上がりになるなら3の廃棄退役処分とした方がコスト的にも良さそうだもんね。また今回の判断にはボノムリジャールに実施中であった F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用に向けた改修費用約270億円の費用投入も考慮された末の苦渋の選択だったことが伺えるな。これは投資の分野などでもポイントの一つとなるいわゆるサンクコストの問題であり、ボノムリジャール自体の約1600億円、回収費用約270億円の合計約1870億円を諦めることを意味しているんだよ。こうしたサンクコストという観点から見た場合、結局は先の合計約1870億円に解体費用の約32億円を足した、約1900億円の価値をアメリカ海軍は逸失してしまったということになるだろうな。現在までのところではボノムリジャールの廃棄退役処分決定を受けての、直接の代替艦の調達は要求されていない状態だがけど、それが確定事項はどうかは今後の続報を待つほかないよね。ボノムリジャールの廃棄退役処分が決定したことの影響は、ここで挙げたコスト面以外にも最新鋭機の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の、搭載予定艦艇が減少するという戦力的な意味合いも大きいだろうとなっているよ。
西側諸国の第5世代戦闘機の需要の大半を独占しつつある状態の F-35 ライトニング2戦闘機ではあるが、実はこれも通常滑走路を使用する A 型が中心の状態で B 型は逆に予定数を減らしているとも言えるな。最も調達規模が大きかったアメリカ海兵隊は当初の予定から130機余りを減少させており、それに次ぐ規模のイギリス空軍でも138機の調達予定が守られるのか微妙な状態に陥っているようだぜ。日本の航空自衛隊は航空母艦化改修を行う護衛艦出雲加賀の艦載用に、42機の B 型の調達を進めているけど、アメリカとイギリスの調達数が下がれば機体単価が上昇する恐れもあるみたいだよ。航空自衛隊の42機という数は護衛艦出雲加賀への艦載機として予備機を考えても必須と思われるので、機体単価上昇に伴う調達数減少に日本も見舞われないかと危惧してしまうよな。ボノムリシャールの火災事故の余波が、こうした日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の調達にも悪影響を与えないかどうか今後の続報に注目したいね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。中国空軍の最新鋭戦闘機ホロ 20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機だよね。中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれているらしいじゃん。名前だけは一丁前だよね。2017年3月に運用が開始されていて、第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター。2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機とされているな。さて今回は中国の最新鋭戦闘機 J-20 はアメリカの F-35 と同じ第5世代ステルス戦闘機であることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在においてこの3機種、F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけであるみたいだよ。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っているな。それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとしていて、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているよ。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ500 空 K500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘したらしい。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているね。J-20 は中国航空工業集団工士の一つである成都式工業工士で開発されたことから、
チェングダ生徒 J20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では伊藤美中国語でリボンを意味するとも呼ばれているんだって。これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の4代と糸体の発音が似ていることと、これらの J20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているみたいだよ。J20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都式工業格子のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認されて、飛行式の軍人関連ウェブサイトに機体の醸造が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったんだよ。2011年1月には初飛行に成功したが、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015-0.005 平方メートルで F-22 も 0.0002-0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているな。2016年11月1日に広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしたみたいだよ。2018年9月には J20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているらしい。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられているぜ。現時点で推定されている J20 の初舷は、全長 21.2メートル、全幅 13.01メートル、全高 4.69メートル、空挙重量 17,000kg、最大離陸重量 36,300kg、実用上昇限度 20,000m、最高速度 2,500km 毎時、最大航続距離 5,900km とされ、総発のエンジンは初期型においては、ロシア製でスホイ27フランカーに搭載されている。サプールン AL31FM に最大推力 145kN を搭載していたけど、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS10C 最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしたんだよ。中国では J20 用エンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めているけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS10 を実用化までのつなぎとしたのであるみたいだよ。しかし、WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F-22 より劣るとされ、中国では2022年から WS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト CSCMP が報じているらしいな。また、J20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されているが、この AESA レーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて出力電力は 24kW 達するとされているぜ。この数値は F-22 が搭載している AESA レーダー ANAPG77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されている AESA レーダーは ANAPG77 より探知距離が長いのではないかと見られているんだって。また J20 には、F-35 に搭載されている ANA-Q37EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F-35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えているが、F-35 の EOTS-86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、
J20 の EOTS は空対空目標の補足照準に比重を置いていると見られているな。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは1億から1億2000万ドル約132から160億円と言われているけど、2000年代の初頭では4億5000から5億元約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元約6000億円以上であろうと見られているよ。F-35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり、約7300万ユーロ93億円で購入するとされていることからすると J20 はかなり高いけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるとなっているよ。また、日本が購入する F-35 の価格が1機約130億円と J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか？などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているが、これは日本での F-35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているのであるらしい。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F-35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているみたい。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためであるけど、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているのであるとなっているよ。そして、J20 の研究開発費が約300億元約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている、航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているぜ。しかしながら、これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16 ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方があるらしいな。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきであろうとなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。国産自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 の最新情報をキャッチしたよ。確かこの OZZ5 は海上自衛隊の最新鋭護衛艦である最上型護衛艦で搭載予定なんだよな。最上型のさらなるパワーアップが見込めるってわけだね。最上型は少人数での任務遂行が可能な多機能護衛艦でハイテク防衛装備がふんだんに搭載されているからね。さて、今回はそんな最上型に搭載予定の OZZ5 を詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊の最新鋭護衛艦最上型 FFM は22隻の建造が計画され、三菱重工業長崎造船所において偽装が進められているよ。一番艦の最上が、2022年4月28日に就役する予定なんだけど、その最上型護衛艦に搭載される予定の自立型無人水中高層隊、アンマンド・アンダーシー・ビークル UUV について、4月20日から22日まで東京ビッグサイトで開催された。国際海事展 C-JAPAN 2022で、防衛装備庁がその詳細を明らかにしたんだ。最上型護衛艦はこれまで海上自衛隊になかった艦級で、FFM という艦式号が与えられ、これはフリゲート艦を表す FF と、多目的マルチファンクショナルと機雷マインの頭文字の M を合わせたものであるとされるんだよね。フリゲート艦って？フリゲートは現在では、一般的には対潜防空能力を有していて、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの護衛を主な任務とする艦の呼称だな。
艦隊サイズとしては概ね駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされ、今回域での活動から遠洋での活動にも対応可能な航行性能を持っているぜ。この FFM 最上型護衛艦の構想が明らかにされたのは2013年12月に発表された。いわゆる25大港で、海上自衛隊における情報収集警戒監視任務が増大していることに対応するため、護衛隊軍に所属しない護衛隊艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊を5個から6個に増やし、保有する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていたんだけど、この2014年から2024年の間には冷戦期に整備した旧式化した護衛艦4隻が退役する予定であったことから、それらを入れ替えつつかつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇として計画されたものなんだって。この時点で FFM は多機能護衛艦 DEX と称されており、従来の近海沿岸海域の防備を担う DE アブクマ型護衛艦の後継艦種とされていたよ。このアブクマ型護衛艦は基準排水量2000トン満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル最大幅 13.4 メートルであるのに対して、最上型護衛艦は基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートルと一回り大きな設計となっていて、沿岸警備から外洋の航行も可能とされているんだ。防衛装備庁による当初の公募では、多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立が求められ、2015年時点では3000トン型護衛艦と称されていたんだけど、最終的にはその3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったみたい。実は1番艦最上よりも一足早く2番艦熊野が2022年3月22日に、岡山県の三菱重工業マリタイムシステムズ旧三井 ES 造船玉の艦船工場で就役し、海上自衛隊横須賀基地の掃海隊群に配備されているんだけど、これは1番艦最上の機関運転試験の際に脱落した部品を吸い込んでしまった。ガスタービンエンジンが損傷し、工事の進捗が遅れたためなんだよね。最上型護衛艦は、現在3番艦の城と4番艦三熊がそれぞれ浸水し、三菱重工業長崎造船所において偽装工事中となっているよ。2番艦が熊野が掃海隊群に配備されたように、従来の護衛艦にはなかった大気雷戦能力の導入が最上型の特徴であり、これは、近年の日本周辺における国際情勢の変化が背景となり、主要国の間で大規模武力紛争が生じる可能性が低下したことに伴い、海上自衛隊では掃海部隊の規模縮小が検討されるとともに、南西諸島など日本周辺の島嶼防衛のための水陸両用作戦を掃海部隊が支援することになったためなんだ。つまり、現在保有している機雷掃海用艦艇の退役を進めた後も必要な大気雷戦能力を担保し、対中国を意識した島嶼戦において、大気雷戦を含む水陸両用作戦支援を遂行する艦として、期待されているのが最上型護衛艦なんだよな。最上型護衛艦は、その強力な主砲火力という UV によって、機雷の掃討と上陸部隊の支援、および敵前掃海に対応するとみられており、そのために各種装備品が搭載されているよ。大気雷戦のために最上型護衛艦に搭載されているのが、大気雷戦ソナーシステム OQ91 で、大気雷戦において、可変振動式ソナーバリアブルデクスソナー VDS による機雷の捜索とその種類の判別を実施するとともに、近隣に展開している味方の掃海艦艇や掃海ヘリコプター、掃海母艦などからの情報と時間の各種センサー情報を統合し、あらかじめインプットされた戦術思想に基づいた情報処理を行い、作戦全般における情勢判断及び行動意思決定を支援するための機能を有しているとされているんだ。さらに最上型護衛艦の大気雷戦能力を向上させるために搭載されるのが、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV で、どちらも三菱重工業によって開発製造が進められているってわけだな。今回その詳細が明らかにされた自立型無人水中高層体アンマンドアンダーシービークル UUV だけど、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 は、防衛省技術研究本部が2017年に開発し、装備化して三菱重工業が製造しているもので、自律的に障害物などを回避しながら海中を航走し、機雷を探知するものとなっているよ。近年の機雷は、ステルス機雷などの探知しにくい機雷沈底機雷や、旋回域などで泥中に埋没した機雷埋没機雷など、
これまでの探知機では探知困難な機雷が出現していて、木製の掃海艦が機雷原に侵入して直接機雷捜索をすることが危険で困難になっており、このような探知困難な機雷を安全に探知するために開発されたのが、無人で広範囲を自律的に動いて機雷を探知する水中無人機 OZZ5 ってわけだな。日本ではすでに自律型水中環境モニタリングロボット REMUS100 リーマス100を導入。旋回型として水中無人機 OZZ1、また改良を加えた機雷捜索用水中無人機小型 OZZ3 として運用しているほか、REMUS600 リーマス600を水中無人機 OZZ2、改良型として機雷捜索用水中無人機中型 OZZ4 として掃海艦で運用しているんだって。OZZ5 は全長4メートル直径 0.533 メートル重さ 900kg の大きさで、リチウム2次電池を動力として巡航速度4ノット最大速力7ノットで9時間の航走が可能とされ、海上自衛隊潜水艦と同じ X 火事によって超低速での安定航走が可能とされているよ。OZZ5 は、日本の NEC 社が開発した埋没機雷の探知に能力を発揮する低周波合成海溝ソナー LFSAS によって、埋没した目標情報だけでなく、人体機雷の画像情報なども得られるほか、フランスのタレス社が開発したステルス機雷などの、探知に優れた高周波合成海溝ソナー HFSAS-SAMDIS によって高分解能な合成海溝処理画像を取得し、精緻な海底目標及び海底地形の情報が得られ、これら2周波の合成海溝処理画像を統合することで沈底機雷の同時識別など、角度の高い機雷の探知識別ができるようになったんだよね。このように2周波の合成海溝ソナーを搭載して同時に作動させることが可能な水中無人機は OZZ5 が世界初で、これまでも世界的に評価が高かった海上自衛隊の掃海能力を、より一層の高みに押し上げると見られているよ。日本の海上自衛隊は世界でもトップクラスの連動らしいし、最新の装備の力も余すことなく発揮してくれるよね。なお、日本とフランスの防衛当局は次世代機雷探知技術の共同研究開発を推し進めており、双方が保有している掃海技術やノウハウ、強みを活用した上での成果が期待されているぜ。この OZZ5 の搭載によって FFM は、従来型の大型護衛艦を警戒監視任務から解放し、他国籍訓練や遠洋活動、訓練その他、大型護衛艦にのみ実施できる任務に専念させる一方で、警戒監視能力及び掃海部隊の戦闘力を大幅に引き上げるという、正しく他任務な活躍ができるようになるね。一方で、FFM はあくまで補助的、限定的な掃海能力を持つものであるため、当初奪還局面において本格的な大規模上陸作戦を敢行するためには従来配備されてきた掃海艦や、その他護衛艦等の戦力が欠かせないということは言うまでもないんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日は雑学クイズだよ。待ってました。早速行くよ。一人当たりのトイレットペーパー使用量が一番多い都道府県は？全然わからん。北海道。人が多いとこかな？東京。じゃあ正解行くよ。正解は、沖縄でした。日本人一人当たりの年間トイレットペーパー消費量を調査したところ、年間約50ロール、月平均4ロールを消費していることが判明したんだ。また、一人が1ヶ月あたりに使うトイレットペーパーの量を都道府県別に調査したところ、使用量トップは沖縄県で 6.19 ロールと、ダントツの結果に、2位は青森県で 5.34 ロールが続く。ちなみに、最下位の47位は大分県の 1.50 ロールで、1位と比較すると約4分の1の消費量となっているんだ。以上、雑学クイズでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。